毎週木曜日のこの時間は三好剛平のキャッチアップ、クリエイティブプロデューサーの三好剛平さんです。今日はリモートでの出演です。三好さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、今日ははい、本日ご紹介するのは4月12日金曜日から、シネコンほか各劇場で上映されますディズニー・ピクサー制作によるソウルフルワールドという映画でございます。はい、これですね、先月にも一度この番組でご紹介したように、うん、3月15日からですね、ディズニー・ピクサー泣ける名作3作品なんていう企画名で、コロナ禍で、惜しくも、完成していたんだけれども劇場未公開になっていたディズニー・ピクサー制作の私時々レッサーパンダ、あの夏のルカ、ソウルフルワールドっていうこの3つの作品、もう本当いずれも傑作ですけれども、この作品が、特別に2週間ずつ順番に劇場で初公開されていくっていう、プログラムが今走ってるわけですね。はい。で、その最後を飾るのが今日ご紹介するソウルフルワールドっていう作品になるわけですけれども、もうね、これ劇場で見られる機会は本当に逃すべきではない傑作であることに加えましてですね、前回もちょっと軽く言いましたけど、これマジで僕の人間としての人生の転機を大きく左右したような特別な映画でもありますので、はい、ここからちょっとね、その魅力について触れていきたいと思います。はい、はい、まずですね、あらすじからなんですけれども、主人公は、ニューヨークで、ジャズピアニストを志しながら、中学校の音楽教師を続けている黒人男性のジョー・ガードナーという、主人公です。で、この人はですね、とにかく中学校の教師をしつつ、毎日心のどこかでいつか叶えるぞっていうその夢として、ジャズピアニストになることを、ずっとその機会を伺いつつも、生活のためもあって、しょうがなく教師生活を続けているっていうような、そういうキャラクターなんですね。はい。で、そんな折、彼女と共演できたら死んでもいいとかっていうぐらい憧れてたジャズサキソフォニストのドロシア・ウィリアムズっていう、人がいるんですけれども、この人のライブがこのニューヨークであるんだと。で、そのピアニストとして、ちょっとひょんなことから共演できるかもしれないっていう機会が巡ってくるんですよ、彼のもとに。で、オーディション代わりのですね、セッションにちょっと呼ばれて、で、その場でですね、実力を存分に披露した、そのジョーというこの主人公は、ドロシアからですね、そのセッションが終わった後、今夜9時、いいスーツを準備していらっしゃいっていうことで、声がかかるわけですよ、実際に。かっこいい。かっこいいわけです。で、いよいよね、もう人生の転機だっていうことで、浮き足立って、やったーって言ってる時に、その道すがらで、工事中のマンホールに落ちちゃって事故に見舞われちゃうわけですね。なんてこったい。そうなんです。で、目覚めた彼がいたのは、すべての魂が集まると言われている、生まれる前の世界っていう場所に行っちゃうんですよ。で、彼は言ったら、仮死状態のまんま、半分死んだような状態のまんま、この世界に魂だけ迷い込んでしまうっていうような展開になっていくわけですね。で、こっからこの生まれる前の世界と、その現世っていうのを行き来しながらやるような話になっていくんですけど、この生まれる前の世界っていうのがちょっとまた特殊で、地球上の命になる、その生命になる前の魂、このソウルが、そのどんな個性や才能、興味を持つのかっていうのを、ここで決まっていくっていう、そういうなんか特別な場所なんですよ。で、生まれたての魂が子供たちみたいな感じなんですけど、そのなんか丸っこいね、魂たちが、いろんなアクティビティをその場で経験しながら、胸元に貼られている7つのスタンプシールがあるんですけど、そのスタンプシールを1個ずつ埋めていって、自分だけのその性格を決めていくっていう、そういうような場所なんですね。で、その7つのスタンプシールの中でも特に一番大切になるのが、その、一人一人のきらめき、映画の中でこれスパークって呼ばれてますけれども、このきらめきと呼ばれる、その自分のやりたいことが何なのかっていうものを決める、スタンプがあるんですね。で、いろんなことを経験していく中で、その魂が自分のやりたいことが見つかった瞬間に、地上の生命になる準備が完了しましたねっていうことで、魂が地球に飛んでいくっていう、そういう仕組みになっている世界観なんですね。で、この世界が、言ったらあるわけですけれども、この世界で何百年も地上の生命になることを拒み続けて、居座り続けているのが、こじらせソウルのですね、22番って呼ばれるキャラクターがいるんですね。そういうのが。こじらせてる人がね。こじらせてるのがいるんですよ。で、これ女の子のキャラクターなんですけど、彼女はその自分のやりたいこととか好きなことを見つけられずに、ずっと人間に生まれ変わることだけは嫌だっていうことで、魂のまま居座ってるっていうような、そういうキャラクターなんですね。で、たとえこの世界に迷い込んでしまったこのジョー、この主人公のジョーの魂は、このこじらせ22番に
自分のやりたいことっていうのを見つけてあげて、まあ、地球上の生命になるっていうその決意をさせてあげられたら、うん、彼はもう一度人間界に戻れますっていう話になっていくと。で結果そのジョーとその22番というキャラクターが一緒に人生のきらめきを一緒に探していくことになるっていう、まあ、そういうお話になるわけですね。で、まあそれがどうなるのかっていう話になっていくわけですけど、まあここからね、もう駆け足になりますけども、この映画の見どころ3つ、ちょっとバッとご紹介していきます。はい。はい。まずね、1つ目は、このね、見たことがないような生まれる前の世界の描写ですね。で、これマンホールから落ちて彼が目覚めてたどり着いた世界、あと、まあその U セミナーって呼ばれている、その生まれる前の世界の世界観があるわけですけども、このですね、ちょっと一瞬、なんかね、これやばいねっていうぐらいの、あの予感がちょっとね、すごいんですよ。不思議な穏やかさと、なんかやばい迫力みたいなのが同居する、あれこんな描写映画の中で見たことないなっていうあの予感なんですね。でこれすごい迫力で、正直子供、自分の娘がですね、これ一緒にちょっと見たときに、ちょっと怖くなってひるんでしまうぐらいの、なんかね、不思議な迫力があるような感じになってます。でもこれ映画館で見たら多分相当ですね、すごい経験になるので、まずちょっとね、この生まれる前の世界っていうのの描写をまずちょっと楽しむっていうのがまず一つ。はい。で、二つ目です。これジャズの場面ですね。これ、映画の主人公が、まあ、その、ジャズピアニストを志す、まあ、中学教師ということで、会話の最中にポロポロポロンって、こう、ジャズピアノ弾きながら、お話したりとか、あるいは、その、憧れのミュージシャンであるドロシア・ウィリアムズと、まあ、そのバンドとのセッションシーンとかっていうことで、まあ、映画の中で結構キーになる場面が、いくつも、その、音楽とともにあるわけですね。で、まあ、天下のピクサーが、ま、そんな音楽の映画作るわけですから、やっぱ迎える才能も超一流でございまして、主人公のそのジョーのピアノ演奏、および全体のジャズ監修には、2022年にグラミー賞を独占した、ジャズ畑出身で、今ではソウルミュージシャンとしてもう本当に破竹の勢いで活躍しているジョン・バティステっていうミュージシャンがいるんですけれども、はい、彼が、その音楽監修として起用されています。でさらにそのドロシア・ウィリアムズバンドの演奏シーンにも、ビヨンセのツアーバンドでサックスを務めている女性サキソフォニストのティア・フラーだったりとか、現代ジャズシーン注目のドラマーの一人であるマーカス・ギルモアとか、とにかくですね、もうガチやないかいっていうメンツを集めてですね、やってるわけですね。で、本当映画の中でのそのジャズセッションシーンとかも、結構ですね、その、画面で見ててもわかるぐらいなので、多分映画館はなおさらだと思うんですけど、ちょっと音が前に出てくるみたいな、ガチで聞かせに来るシーンになっていて、これ間違いなく音楽映画としても楽しめるぐらいの、充実ぶりだなっていうのが、二つ目のポイントですね。はい。はい、そして最後です。これが何より大事なんですけれども、やっぱりこの物語を映画館で見られるってこと自体の特別さを、どうかも逃さずにいてほしいということですね。で、これまでご紹介した通り、まあ、この映画では、やっぱりその、死にたくない魂としてのその、ジョーという存在と、生きたくない魂の22番の出会いと葛藤っていうまあ物語になっていくわけですね。で、その先にあるやっぱりこの映画のメインテーマっていうのが、もう言ったら、もうあらゆる哲学とか、あらゆる宗教が求めてきた究極の問いである、人生の意味って何なのかって話になっていくわけですよ。なぜ私たちはここにいて生きるのか、うんうん、そしてその人生の生きている間に何をすべきかっていう問いになっていくわけですね。で、これはもう22番がやっぱりその自分踏み出したくないっていうその怯えから来る皮肉な目線だったりとか、その経験したことのない場面を前に恐れを覚えて、自分は取るに足らない存在なんじゃないかということで不安になったりとか、あるいは自分だけが持つ才能とか、自分が夢中になれることが見つからないっていうことで、何かが欠けているんじゃないかっていうふうになってしまうような不安、で、そんな自分でも人生の意味ってやつがないと生きちゃダメなのかっていう問いが例えば一つあると、あるいはその対になるジョーの方は、言ったら彼はもうジャズピアニストとしてやるんだっていう人生の意味は見つかってるわけです。で、その明確になっているわけだけれども、その情熱っていうのは彼を成長させもすると同時に、一つのことしか目に入らないということで、他のいろんなことを実は見逃しているんじゃないかっていう問いも出てくるわけですね。で、そういう二人が出会って、最後にどんな場所に行き着くのかっていうのが、まあ、この映画の本当に終盤に、もう、本当にね、感動するような場面になっていきます。で、もう終盤マジで涙でも本当画面が見えなくなるくらいで、やばいんですけど、もうここで行き着く結論っていうのが、本当にシンプルで、究極の一つの結論、もう本当、禅の境地ですかっていうぐらいの、本当にシンプルな一つの答えに導かれていきます。で、
この映画を見たら間違いなく自分はじゃあどんな人生を送りたいかとか、うんうん、いうことを必ず考えることになる。本当に素晴らしい映画ですね、うん、でこの映画の制作者たちが最後に語った最後のに、まあ、一つフレーズを紹介して、まあ、この紹介締めくくりたいと思います、はい、みんなが心の奥深くで人生の目的を探しているはずです。この作品を見た人は人生は贈り物だということを分かってもらえるはずですというふうに言うわけですね。ということでね、そんなふうに、もう皆さんの心に響くものに絶対になると、私も、お約束するソウルフルワールドは、明日4月12日金曜日から、シネコン各劇場で上映されますので、どうかお見逃しなくというご紹介でございました。はい。三好さんのソウルが炸裂したプレゼントになっておりました。ここまで三好剛平のキャッチアップでした。三好さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。落語家の立川尚志です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川尚志のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川尚志で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川尚志金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川尚志のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川尚志のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。毎週考えてんだよ。